ブライアン・ロバーツは、アメリカ合衆国、オハイオ州、トレド出身のプロバスケットボール選手。身長188センチメートル、体重79キログラム。デートン大学のエースポイントカードとして活躍していた、ロバーツは、ネイスミス賞や、ボブ・クージー賞の候補にも挙げられるほどの選手だったが、2008年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることができなかった。 ロバーツはイスラエルからプロキャリアを開始し、2009年にはドイツに渡り、ブローゼバスケッツに入団、BBL リーグとカップ戦3連覇を経験した。2012年8月にニューオーリンズホーネッツと2年契約を結び、念願の NBA 入り。クレイビスバスケスやドリューホリデーの控え役を黙々とこなし、2013から14シーズンは、 フリースロー成効率リーグ1位の94%を記録した。2014年8月16日、シャーロット・ホーネッツと2年契約を結んだ。2016年2月16日、マイアミヒートに三角トレードで移り18日、ポートランド・トレール・ブレイザーズにトレードされた。2016年7月7日、再びホーネッツと再契約を結んだ。 2017年7月23日、ギリシャリーグのオリンピアコス BG と2年契約を結んだ。b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。